はい、こんにちは。こんにちは。村長です。かぶりました、ね。よろしくお願いします。あ、今日はね、SNS についてね、そうですね、喋っていこうかなと思いますね。はい。まあ、これ YouTube がこれ実際どうなんですかね。SNS に入るか入らないか分かんないですけど、うん、まあ今どうですか、若者の間で流行ってるのって Twitter だったり。インスタグラム、まあそうですね、特にインスタグラム流行ってると思うんですけど、最近のやつなんかあの、はい、踊るやつもそうですね、あれ TikTok、 ああ TikTok、 はい、はい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 、あれも流行ってんじゃないかなみたいな、と思いますね。はい。それでどうですか、今あの Twitter とかインスタグラムとかされてますか？あ、僕やってます。ああ、はい、まあ、最近ここ2週間ぐらいかな、ちょっとSNS の更新を控えようと思って あまりやってないんですけど。なんでですか？やっぱ、まあ、正直、まあ、あんま見ててバカバカしいなみたいな、そういうふうに思ったんですね。で、まあ、実際やってるのとやってないのとだと考え方変わってくるんじゃないかなと思って、まあ、実際もやってないんですけど、まあ、実際やらなくなって2週間、まあ、思ったことは、まあ、まず、まあ、載せる必要性がないんですよね。まずそこじゃないですか。間違いないですね。例えば、はい、誰々と遊んできましたとか言って載せるじゃないですか。え、で何っていう話なんですよね。うん、まあ、それもありますし、投稿しないイコールあの SNS を見る開く回数が減るんですけど、減ったんですけど、まあ、その SNS 開くとついついなんかいろんなものを見ちゃうじゃないですか、はい、そのついつい見ちゃう時間っていうのがなくなったので、まあ、例えばこのYouTube もそうですけど、僕あのノートっていうアプリで毎日ブログ更新してるんですけど、そういうことに当てる時間もできましたし、自分の好きなやりたいことに当てる時間も増えたんで、実際やらなくなってね、結構いい方向に行ってるんじゃないかなって僕は今思ってますね。うーん、そうですね、はい、村長はどうですか、 SNS の方は。いや、僕いつぐらいかな、もう結構前にやめちゃったんですけど、はいはいはい、インスタグラムってあれ何が一番良くないかっていうと、はいはいはい、比較するじゃないですか、みんなで写真で、はいはい、あれまあ結局写真アプリなわけで、その僕が例えば写真を上げてるじゃないですか、はい、何がして遊んできたっていう写真を上げてる、はいはいはい、で、それを羨ましがる人も絶対いるわけじゃないですか、妬む人っていうのもいますし、はいはいはい、はい、でそれが多分一番良くないですよ。だからその写真を見てとか、そのツイートを見て羨ましいなとか妬んだりっていうのが一番良くないと思ってて、 SNS の中で、はい、まあだからそれによって、自分と比較しちゃうってなるんで、はいはいはい、だから自分ももっと羨ましがられるような遊びをしたいとか、まあ、服買いたいとか、はいはいはい、まあなんかね、そういう、まあ、物欲だとか欲がすごい生まれてきちゃうと思うんですよ。だからそれを、SNS をやってて一番良くないなっていうのを感じましたね。確かにそれはありますね、はい、例えば誰かが、ね、彼女との写真を載せていたら、あ、自分も彼女欲しいなとか思ったりとか。それはいいことだと思うんですけど例えば、まあ、服とかもそうですよね。だからなんか、ブランドも買ってるだとか、なんかいろいろあるじゃないですか。でなんかどこどこに遊びに行ってるとか、で自分はそんな買えないのにとか、自分はそんな遊べないのにとか、そういうアプリを入れてると見ちゃうわけですよ。はいはいはい、だからそれがすごい悪影響、まあ、さらにその欲がね湧いてきてしまいますもんね。普段見るはずじゃなかったのに、それを見ることによって欲が湧いてくるっていう。そうです。だからまあ結構僕もね、服とか好きだったんですけど、はいはいはい、まあ それをやめてからなんかね、別に僕のことをそんなに見てる人ってそんなにいないと思うんで、だからまあ服、まあ高い服とかっていうのを、まあ、買うのやめましたね。あ、はい、まあ、あとすごく依存性がありますよね。依存性が高いですね、はい、もうインスタグラムが多分一番依存性が高いです、はい、であとツイッターは何が悪いかっていうと、まあ、例えば、まあ、例を挙げるとですよ、なんか「ああ暇です」とか、はい、なんかツイートしてる人っているじゃないですかいや別にそれをツイートしなくてよくないですかって話で、はい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 、だからそれをツイートして、なんていうんですかね、なんか人になんか意見を求められたいんでしょうね。だからそれって結局まあに人間の承認欲求なんですよ。だから SNS って人の承認欲求を満たすものなんで、あれって本当にすごい依存性が高くて、はいはい、タバコより依存性が高いんじゃないかなと思ってて、だから昔ってそんなね、
ツイッターだとかインスタグラムとかそんな流行ってなかったじゃないですか、はいはいはい、まあ、それが SNS っていうもので、まあ、スマートフォンに変わってからあのこんだけねみんなで流行ったりとかこんだけアプリができてる世の中って正直異常だなと思ってるんで、だからそういうのにね依存する若者がどん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 増えてきて、それに時間を奪われて、まあ、本来やらないといけないことに対してどん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 その時間を使っていくっていう、うん、一番すごい悪影響のね、ところになってると思うんで、まあ、そういうところはもう僕らの、ね、世代もそうですけど気づいていかないといけないなって。いや本当にそうです、はい、まあ、どっか遊びに行ったりだとか旅行に行くにしたとしても、はい、あれそれ行きました、でそれ写真撮りました、でそれを SNS に載せて、それでもゴールですもんね。それがそうですね、はい、SNS に載せるのが目的になっちゃってますから、うん、すごく良くないですね、まあ、本来ね家族旅行であったりとか、まあ、友達と旅行するのって、まあ、親交を深めたりとか、まあ、思い出作りっていうのがあると思うんですよ、はいはいはい、でもその中に今 SNS に上げるっていうのが何ていうんですかね、一つの目標みたいになっちゃってるのは目的としてね、はい、入っちゃってますもんね。まあそれが一番ね、目標として高いんじゃないのかなっていうのは、僕は最近のその SNS っていうのを見てて思いますね。まあ、僕も実際これあった話で、はい、この間友人から聞いた話なんですけど、はい、例えば彼女がいたとします、ね、はい、で彼女がその彼氏の例えばツーショットの写真をインスタグラムにアップするとするじゃないですか、はい、でそしたら彼氏にもせっかく私と付き合ってるんだから君も SNS インスタに載せてよみたいなこと言われたっていうことが話があったらしくて、もう強制させてるんですよね投稿を、その SNS に上げるっていうのですね、はい、うーん、その承認欲求のもう魂ですよね、塊ですよね、それ本当に塊ですよね、はい、うん、それだって付き合って2人で仲良くしてればそれいいことじゃないですか、はい、満足じゃないですか、それをみんなに見せびらかしてやっと満足っていう、そういう子がすごい増えてるっていうのはあんま良くないなって思いますし、うん、その載せる目的で何かをするっていうのはすごく良くないですね、やっぱり間違いないですね、はい、うん、まあ、実際ね、僕もそのツイッターだとかインスタグラムっていうのを、情報収集のためにやってるっていうふうにみんなに言ってたんですけど、でも結局その情報収集のためにやってるものに対して時間を自分の何て言うんですか、時間ってすごい貴重なものだって最近はすごい思うんですけど、それにね割いちゃってるっていうのはもうすごいもったいないことですよね、はい、うん、やっぱその SNS に依存することによってやっぱ SNS 上で会話ができちゃうから、こう直で話する会話も減ってきちゃって、はい、コミュニケーションを取れないっていう子も増えてきてると思いますし、うん、いや本当にコミュニケーション不足ない人って本当に多いですよね、はい、多いですね、多いですよね、やっぱ村さんも僕も接客業を経験してるんで分かると思うんですけど、すごく多いですよね、いや本当に多いですね、はい、コミュニケーションを取れない人っていうのは、うん、そういう人に限ってね、SNS ではすごい元気な文で書いてたりとかして、まあ、そういうのあんま必要ないんでね、やっぱコミュニケーション力を磨いてほしいなって思いますね、僕は。だから人前であれじゃないですか、喋るっていうのを、はい、まあ、緊張する人ってやっぱ多いじゃないですか。はいはいはい、まあそれでね、やっぱ人がの顔が見れないようなところで、まあ、強気な文章とか書く人って結構多いんで。多いですね。まあ、それもね本当に SNS っていうか、まあネットの良くないところですよね、はい、でまあそういうのもねどん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 今特定とかされてきちゃってるんで、まあ、あんまり人が見えないところでね悪口書いたりとかそういうのはやめた方がいいですよね。そうですね、はい、はい、まず、あ、今回その SNS についてまあダメなところとか、まあ、あんまいいところって正直ないと思うんですけど、そうですね、まあ、それをちょっと紹介させていただきましたんで、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。で、期間限定で、はい、最後に僕のすごい激似なプロ野球選手のものまねやってるんで、はい、はい、ぜひ最後まで見ててください。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。